皆さんこんにちは、瀬尾です。瀬尾潤のレッズ話、今日は92回目です。話は1997シーズンのリーグ戦に戻ります。5月10日3勝4敗で迎えた第8節、アウェーの名古屋グランパス戦でした。午後2時から名古屋市瑞穂公園陸上競技場、現在パロマ瑞穂スタジアムという名前になってますけど、そこで行われました。午後2時から名古屋のアウェーって正直ちょうどいいんですよね。いろんな意味で新幹線で東京から名古屋まで2時間、今もっと短いですけど当時は2時間、だから浦和出るのにもそれほど早くなくていいんですよね。から試合はすぐに帰ってくればもう浦和に着いてから夕ご飯食べられるぐらいの時間ですし、試合が終わって名古屋でゆっくり食事して帰ってきてもそれほど遅くない。ただこの日名古屋で食事したかどうかも私は覚えてないんですけど、とにかく私はあんまり早く帰れなかったんです。当時名古屋グランパスはピクシーことストイコビッチ選手が、ストイコビッチ選手とセンターバックのトーレス選手、2人の外国籍選手が、この試合出場停止で、でその開幕から、ね、6連敗中だったんです。第8節で、6連敗ってちょっと足んなくないかって話になりますけど、この年は17チームのリーグ戦なんで毎回どっかのチームが休みになるんですね。でレッズこれまで休みはなかったんですけど、名古屋はだから第7節のうちどっか忘れましたけど1試合休みだったんです。で他の6試合全部負けてたということで、6連敗中 で一方レッズはアウェー、3試合連続無失点勝利の最中じゃないですか。普通はレッズ有利だと思っちゃいますよね。ところが開始7分とそれから20分に名古屋の森山康之選手にゴールを決められます。森山選手って93年の J リーグが始まった年、第2節、つまりレッズのホーム開幕戦でやっぱり2点上げてですね、名古屋の3対0という勝利に貢献したいわゆるレッズキラーなんですね。だいぶ後にマッチデーで取材したことありますけど、そのこと言うと、浦和さんからは点取らせてもらいましたみたいな話をしてたと思いますが、やっぱりそういうのってね、そういうのっていうのはこの97年当時ですけど、また森山に決められたみたいなとこはどうしてもみんな覚えてるんで余計悔しく感じるんですね。で前半 PK があったのでレッズにですね、それを磯貝博道選手が決めて、1点差1対2になってで後半迎えるんですけど、後半の半ばに追加点を決められて結局1対3で負けてしまいます。この試合のサポーターはですね、1対2から1対3こうビハインドが広がっても最後まで応援を続けていたんですけど、終わってみればこれまでずっとホームで負けてもアウェーで勝つっていうそういう図式だったじゃないですか。図式って変ですけど、それが崩れちゃったと。でここでホームアウェー連敗になっちゃうんですね。今季初めてのこのシーズン初めての連敗、そこにちょっと追い打ちが来たんです。何かって言いますと、名古屋のゴール裏からゲットゴール福田のコールが起こったんですよ。試合中のような大きな声ではなかったですよ。だから全員でやったわけじゃないと思いますけど、1人2人じゃなくてある程度まとまったゲットゴール福田と、応援チャントってもちろんいろいろありますけど、多くのって言っていいのかな、どこのクラブもそれからレッズもそうですけど、例えばみんなが知っている CM ソングとかアニメの主題歌とかあるいは映画音楽とか、もしかしたら海外の応援でよくやってる曲とか、とにかくそのメロディーを使ったカバーって言っていいんですかね。で自分たち独自の歌詞をつけてというふうな多かったです。だからチーム違っても同じ曲を違う歌詞で使ったりっていうのよくレッズの場合は多くはないと思いますけどありました。だけどゲットゴール福田ってそういうカバーバージョンじゃなくてレッズサポーターオリジナルだったんです。で僕自身は名作だと思います。最近やられてないから聞いた人少ないのかもしれませんけど、本当に元気が出る、コールちゃんとですね。でそれをね、負けた相手を揶揄するような目的でやるのはどうなんだろうな。はっきり言わせてもらいますと、
もう下品だな、程度悪いなと思いました。まあでも、まあ、しょうがないかなと思っていたら、今度は浦和カモンカモンカモンって始めたんですよ。でこれはまあ試合中にね、レッツが、まあ、カモンっていうのはこっちに来いっていう意味じゃなくて、まあ、あっちにあっちがっていうか自分たちから見て、あの向こうのゴールに攻める時も使えますから、要は行けなんですよね。来い来い来い来たっていうのと、まあ、同じゴールを攻めろという、まあ、そういうことですよね。でそれが始まったんですよ、名古屋から。であれこれさすがにまずいんじゃないかな、まあ、そういうことになんかこう気がついてしまう自分も嫌というか、なんていうか、まあ、そういう敏感になってるんですけど、パッとバックスタンドを見たんですけど、あその時は僕はもうグラウンドにいたんですが、写真撮ってたので何人かのレッツサポーターがこう名古屋側にね、バックスタンドを小走りに走っていく。あやばいと思いました。すぐですね、レッツの運営担当者の佐藤仁さんに、まあ、近くにいたのかな、捕まえて、あのちゃんと聞いたあのレッツサポーターが向こうに向かっていくから急いで警備に連絡しないと喧嘩になるよ。で佐藤さんはもちろんこれはそれは大変だと思ったんですけど、自分たちのホームだったら、あのここに、まあ、無線つけて、無線なのかな、あのインカムつけてますから、すぐ警備本部とかに連絡していけたと思うんですが、アウェーですから、事情を話してるのももう面倒だと、俺らで行こう、2人で行こうということで走り出したんですよ。であのピッチを、試合後だったんでまあいいかなと思うんですけど、普通ありえないですけど、ピッチをこう横切って、向こうのスタンドまで走ってきました。で長いんですよ、あの陸上競技場でしょ、ピッチって縦110の横68ぐらいじゃないですか。それの対角線よりさらにトラックの空に向こうにいたわけで、ほぼそのグラウンドの対角線150メートルぐらいあったんじゃないかなと思うんですけど、まあ走っていってですね、でまあなんとかあのスタンド、瑞穂の陸上競技場ってまあ比較的高いんで、こうパッと飛びついて、でグッとね上がってスタンドに登ればかっこよかったんですけど、佐藤さんはあの身軽の割に多分腕力強かったんでゴッと上がったんですけど、私その頃まだ80キロ以上あったと思うんで、あのその割には腕の力がなくてですね、うわどうしようかなと思って、一回降りちゃうともう二度とこれ上がれないなと思ってパッと下見たら警備員がいたんで、ケツ押せっつって、失礼ですよね、あのケツ押せっていうのは、すいませんちょっと登りたいんでお尻を押してくださいっていうのが本当なんでしょうけど、とてもそんな余裕なくて、本当ケツ押せって本当申し訳なかったですけど、であのようやくよじ登れました。スタンドに上がったらちょうどレッツのサポーター何人かあの来てるところで、こうカモンっていうから来てやったぞ、誰だ行ったのはみたいな、まさにあの宣戦布告の前というかそういう感じだったんで、とりあえず、まあ、知ってる人だったんでやめろって言ったんですけど、まあそこでね一括してパッと止めたらまたそれもかっこよかったんでしょうけど、まあ、僕の影響力ではそんなになかったんで、まあ、揉み合い始まっちゃった、だからこう分けるのにね、あの精一杯で何発か殴られましたけど、まあその僕と佐藤さんがどれだけ力になったのか分かりませんけども、まあそんなあの大怪我を誰かがするとかいうことなく、一応収まりました。あの翌日の報道でね、浦和サポーター30人から50人が殴り込みっていうのがあったんですよ。だけど実際に名古屋のサポーターとこう揉み合ったの5、6人なんですよ。で終わってみたら随分いたんですけど、要はやばいあいつら行ったから止めないとっていうことで止めに来た人たちなんです。それはあの言っときます。あのまあ、止めに来て私も止めに行ったんですけどね、私は殴ってないですけど、殴られたらちょっとカチンとくる時もありますけど、まあ、私は殴りませんでしたが、もしかしてやっちゃった人もいるかもしれませんけど、その30人から50人が殴り込みっていうのはもう明らかに違うんです。まあでもね外から見たらそうですよ、うん、分かります。僕は現場にいたから違うって言えますけど、外から見たら一緒になっちゃうのかなと。
もしかしたらあの紫のビブス着たやつもあいつもやってんのかなみたいに思われたかもしれないですけどね。でその後、まあ、いろんな処理がありまして、私はそれの処理にはまあ直接関係なかったんで、本当はね、じゃあお先にっつって帰るわけにもいかないじゃないですか。だからずっと付き合ってて、だいぶ遅くなりました。まあこの名古屋線、私にとってはそういったところにもう流れで行っちゃったっていうことで忘れられない試合なんですけど、それとは別にこの試合の前にね、クラブから次回ホームゲームの前にサポーターとクラブの話し合いを行いますという発表があったんです。もちろんこの乱闘騒ぎが原因ではないですよ。この前にあったんですから。その、話し合いの経緯と内容についてはまた次回。